皆さん、おはこんばんちは、エンターテイナーなべです。さあ、本日も始まりましたダンデライオンスタジオ。今回ものんびり気ままにまったりとゲーム攻略していきます。この動画のパート1をご覧になられていない方、この動画の趣旨や注意事項などを説明させていただいてますので、パート1の動画もぜひぜひご覧ください。それではゲーム攻略に入らせていただきます。どうぞ。はい、ファイナルファンタジー8実況プレイのパート39でございます。さあ、ガルバディアガーデンに突入いたしました。攻略していきましょう。さて、とりあえず先へ進むためのカードキーを、集めていきます。とりあえず2階へ。お、拾う。早く行けたもんよ。終わらせるもんよ。依頼、サイファーのこと頼むよ、頼むもんよ。もうわけわからんもんよ。元のサイファーがいいもんよ。サイファー、もう引き返せないんだろ。わかった。よっしゃ。で、ここ左と、右側の教室に入ります。で、彼かな。待って待って、僕は敵じゃないよ。奴らいきなり授業中にここを襲って占領してしまったんだ。ガーデンのみんな、その時に、みんなここを追い出されてしまって。ガーデンのみんな、その時にみんなってなんか、文章で被ってけばいいや。君たち魔女を倒しに来たシードだろ。これをあげるよ。カードキー1ゲット。もう2人、僕の仲間がどこかに潜んでるはずだよ。黄色くがかかっているところは仲間の持ってるカードキーで開くはずさ。頑張ってくれよ。オッケー。次は1階下に戻りましてと。お、戦闘開始。さ、この装備になってから戦闘を見せるのは初めてかな。こいつがトライフェイス持ってるのがペイン。欲しい、ペイン欲しい。ちょっと取っていいっすか。これあのジャンクションするんでね、集めておきたいんですよ。これ魔力のところにジャンクションすると、魔力のところにジャンクションするとすごい上昇すんの。ストップもいいね。ストップも集めておきたい。ねえよな。あ、もうストップはもうちゃんとやってた。じゃあ、あとペインだ。よし、ペイントロ、ペイントロ。まあ、リノアは最終的にペインつけられないというか、持たせられないので、ちょっともったいないかもしれないけど、まあ、当分はね、リスク3後半くらいまでは、使えるんで。後半？後半でもねえかな。まあいいや。
で、こいつが何気にね、いいアイテム持ってんですよ。あ、まあ、まだダメだ。当てないからいいや。なんか吸収したな。ドライフェイスの吸収って言ったら毒か。毒、毒ね、毒誰じゃん、弱食だっけ。この、こいつが落とすあるアイテムでメテオを作ることもできるんですけど、まあ、メテオはもう100個ドローしてあるんで装備品のね、素材にしていきたいと思います。まあ、最強の武器が、こいつが落とすアイテム何個か使うものがあるので5個ぐらいかな集めておきたいね。最低でも、まあ、今後いっぱいね手に入れるチャンスはあると思います。あわよくば7個欲しい。あ、もう終わったかな。うん、これ一発打ってみよう。これで倒しちゃうようなことはないだろう。すげえ回復しちゃう。何属性したっけ。ゼルも毒ジャンクションしてんな。やべえ。ホルモン取ったから別に逃げてもいいんだけどさ。回復しちゃうからめんどくせえな。僕はジャンクションしちゃいけないね、ここ。
ほカードになった。オッケー。オスがね、毒に弱いやつが多いんで毒にしたんだけど、まあまあまあ、てか むしろサイファーか。これとちょいちょい戦う可能性を考えると違うね。いいの方が強い。いいね。どうしよう。あ、そっか、リノは火属性ジャンクションしてたか。じゃあ普通に殴ればよかった。誰が何ジャンクションしてるかあんま覚えてないってね。あとないかな。てかもはやリノアの方が攻撃力高い。スコールが一番弱い。強制的にね、攻撃力 1.5 倍に触れさせることができるんでいいか。ここを通り抜けていきます。これなんだっけ、ドローですか。誰もドローできません。僕らでは歯が立たない。君らが頼みの様だ。どれもさあ、ブレザーがまだ100持ってなかった。アンダガデスレイズ。ブレザーが集めるか。使っただけ？ぽいね。だからそう。最終的にリノアはね、全キャラ最強の攻撃力と魔力を有するキャラクターになっちゃうからね。まあ必殺技がね、スコール最終的にバカ強いんでいいんですけど、オート
デモニウス先駆け、ホライフェイスもっと出てきてくれるんだけど、まあでもあのアイテムは星々のかけらはまた今後ね入手する機会いっぱいあるんで、おいおいゆっくり集めていきましょうか。あのガンブレードの特性をね利用するというか、あのバランス調整のためにクリティカルが出なくて若干攻撃力低めに設定されてんじゃないかなと思うわけですよ。お、来た。みんな貴族者だぜ。7500。気力やば。こいつやったとき、カード何出てた？こいつカードなーくね？なんか取ったんだろうけど、あ、あったわ。何になるんだっけ？カード変化。ドライフェイス、呪いの爪か、いらねえな。で、この扉を開けますと。ここを飛び降りる。で、一回ホールまで抜けちゃいましょう。トルネードとウェイクをセットしておきましょう。属性防御ね。トルネードかな。ホールはレビテと使えばいいや。では勝負だ。待ってね。トリプル、トリプルまだないな。え、ガーディアンフォースケルベロス。
ーディアンフォースから関わる奴ら、マイカ俺たちがもらうさ。自信たっぷりだな。果たしてどうかな。とりあえずダブル。いい機会だ。空きがありません。しまった。しまったね。泣いた。あといくらでも用意できるんだろう。あ、マスク？やばい、リーダーの込みでケルベロスを倒してしまう。あのね、あのハテナハテナハテナの魔法をドローするタイミング、他のボスしかいないんですよ。無駄に魔法打てばいいかな。まさくやめろや。お前の寿命を縮めるぞ。ゴールのレビテと終わってるし、勝っちゃったじゃん。もう終わっちゃったじゃん。ああ。とりあえず、ガーディアンフォース、ケルベロスを入手しました。一応効果としては、仲間全員をダブル、トリプル状態にしてしまうという、能力を持っています。で、まあ、これを、一応、ボールに
けるわけなんだけど、命中のジャンクションがまるで意味がないという。曲がらないからね、何つけても。アビが1個増えたね。マリオ上げるか。魔法が多かったか。ちょっとケアルしてるかな。あ、待てよ。なんかマジでいらねえやつ。いやいやいや、だいたいいらないんだけど。だいたい別にいいんだけど。いずれね、手放すことを考えてこういう並びにしてあるんですけどね。おいおい、リノアの魔法は全て捨てます。じゃあまあとりあえず今回はここまでにしておきたいと思います。次回も引き続きこのガーデンを、攻略していきたいと思います。まあおいおいね、サイファーやイディアとの戦いにもなると思いますが、まあ今の状況であればそう苦戦することはないんじゃないかなと思っております。 OK ではセーブもしまして、はい、では、ファイナルファンタジー8実況プレイのパート39、最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さん、また見ていけるな。